スーパー c d ロム m 2とは、1991年12月13日に、日本電気ホームエレクトロニクスより発売された、PC エンジン用の周辺機器、及び同等の機能を持つシステム、それを用いた、ゲームソフトのプラットフォームの故障。当時のメーカー希望小売価格は47,800円。PC エンジンの周辺機器である CD-ROM2。 システムの SRM を4倍に強化した上位規格のシステム。c d r o m に用ソフトとスーパー c d r o m に用ソフト両方を起動することができる。この規格に対応したシステムの組み合わせは主に以下の3通りの方法が提供された。この他、後年になってから発売されたパイオニアの製品で、数ヶ月後に NEC ホームエレクトロニクスも OEM で販売したレーザーアクティブ PC。 エンジンパックもスーパー CD ロム2に対応している。SRAM 容量増加によって、QCD ロム2の欠点だった読み込みの多さを、ある程度解消することができた。また、CD ロム2から、スーパー CD ロム2へのプラットフォーム移行かときには、スーパー CD ロム2で起動した方が動作が快適になるなど両者での動作に変化が発生する、両対応ソフトがいくつか発売されている。同時期に、 セガからメガドライブ用周辺機器としてスーパー CD-ROM2 を大きく上回る性能のメガ CD が発売され初めての CD-ROM 機種の競合となるがすでに PC エンジンソフトの主流になっていた CD-ROM2 システムからスーパー CD-ROM2 環境へのアップグレードが容易だったことや新規ユーザー向けにスーパー CD-ROM2 用ソフトが遊べる PC エンジン 量が発売されたことで普及が進み、ソフト供給も安定していたため同世代の CD-ROM プラットフォームとしては、PC エンジンが活発であった。PC エンジンの市場は、スーパー CD-ROM に中心に移行し、多数のタイトルが発売された。スーパーグラフィックスに直接接続したスーパー CD-ROM に、プラットフォームとしてのスーパー CD-ROM に普及の一方で、 周辺機器としてのスーパー CD ロム2システム本体は同規格に対応するハードの中で発売が遅く先行して発売されたスーパーシステムカードや PC エンジンデュオシリーズが需要のほとんどをまかなったことに加えその PC エンジンデュオシリーズがスーパー CD ロム2以降の PC エンジンの主力供給ハードとなっているということもありこの機器自体はセールス的には不振に終わった 本体の色調は、コアグラフィックス2に合わせたもの。ユニット全体が拡張バスの後方に配置されるデザインにしたことで、PC エンジンスーパーグラフィックスにも、アダプタなしで直接接続可能となったが、PC エンジン LT との接続には、スーパーロムにアダプターが必要となった。QCD ロムにシステム本体からの変更点は、システムカードとインターフェースユニットの内蔵。 SRAM 容量増加。QCD o ム2システムで、各々独立していたパーツをコンパクトに一体化させた、ことで、上位機種ながら低下は大きく下がった。上記の通りシステムカード機能が内蔵されているため、CD r o m ソフトを使う場合は、PC エンジン本体のフカードスロットには何も、刺さないで、スイッチを入れる。これは、PC エンジンデュオでも、同じ仕様になっている。 アーケードカードスーパー CD ロム2にアーケードカード両を組み合わせる等の方法で1 6 m b ットの DRAM を追加したアーケードカード対応システムにバージョンアップできる対応するシステムの組み合わせについては当該記事参照バージョンダウンスーパー CD ロム2対応機種に QCD ロムに付属のシステムカードを差し込むと QCD ロムに規格として起動できる一見無意味だが スーパー CD ロムに用ソフトの多くは、QCD ロムにでき動した、際の警告画面が様々な趣向を凝らした一種の、おまけ的要素となっており、中には各種ゲームが遊べるものや、悪魔ジーオドラキュラペケのような、凝った仕掛けもあったため、多少の需要があった。また、初期ロットの、重大機は、バージョン2.0以上のシステムカードでは不具合が、発生するため、スーパー CD ロムにや、 PC エンジンデュオではバージョン1.0のシステムカードを挿入した方が安全にプレイできたアーケードカードデュオありがとうございます。